はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずッコです。それでは今回なんですけども、GoToEat キャンペーンを1週間使って感じたメリットやデメリット、ホットペッパーグルメでお得に予約する方法も解説ということで、今回は話題の GoToEat、まあ、キャンペーンについてですね、この動画では、この GoToEat キャンペーンを実際に使って率直に僕が感じたことを、まあ、簡単にお伝えします。で、動画の後半はですね、ホットペッパーグルメでお得な予約方法も解説してますので、まあ、ぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。それでは、 みましょうでですねまあちょっと内容に入る前にこれまでに2つの動画をですね GoTo e a t キャンペーンに関する動画を出してますのでまだ見られてない方はこちらを是非見ていただいた上で今の動画を見ていただくと結構内容がすんなりと入っていくのかなと思いますで早速なんですけども今現在この GoTo e a t キャンペーンについては2つ主な種類がありますまず1つ目はこちらのプレミアム付き商品券なんですけどもこれはまあ各地域によってまあ販売されてる期間とか 引き続きは結構バラバララなんですけどもまあ僕自身もねこのプレミアム付き商品券使いたいなという,ふうに思ってたんですけども住んでるこの福岡県がですね11月初旬に販売がスタートということですのでもうちょっと先に僕はなりそうですねですけども結構他の県ではもうすでに販売が開始されたりとかそういったところもあったりするのでそこはちょっと公式ページをぜひチェックしてみてくださいそして2種類目のオンライン飲食予約の方なんですが僕は10月の1日から この GoToEat キャンペーンが始まって使い始めてるのはまだこのオンライン飲食予約をしかまだ使えてないんですけども今オンライン飲食予約を使った場合はランチタイムであれば500ポイントかける人数分がもらうことができますそしてディナータイムであれば1000ポイントかける人数分のポイントをもらうことができますまあ一部ね上限はあるんですけどもだいたいこれぐらいのポイントがもらえますよということですね で、対象となるオンラインの、まあ、グルメサイトですね。まあ、これが今出てる通りなんですが。 僕が主に使っているのはこの青枠の部分ですね。グルナビとホットペッパーグルメと、そして食べログに関してはちょっとね、とある理由があってちょっと使えてないんですよ。それはちょっと後ほどお伝えします。で、ここからまあ今回のタイトルでもあるとおりですね、1週間この GoTo e a t キャンペーンを使ったメリットやデメリットですね、まあ、簡単に僕がお伝えします。もうこれはですね、独断と偏見でお伝えするので、もしかすると人によってはこれはどうかなみたいなところはあるかもしれないんですけども、まあ、そこも踏まえて見ていただければと思います。 思います。それでは先にまずデメリットの方からお伝えします。まあざっくりこの3つですね。まあ上から順に見ていこうと思うんですけども。 まず一つ目、ここですね。地域によって退場店舗が少ないということですね。まあ、これは結構ね、感じた方はかなり多いのかなと思います。まあ、僕が見る限りは、ホットペッパーの方が、やっぱり飲食店が結構多いなという印象ではあるんですよ。福岡県は結構この福岡市に住んでるんですが、まあまあ飲食店は多いので、そんなに不便ではないんですが、まあ多分他の地域にちょっと検索する基準を変えてみたときに、全然少ないなと思って、 お国が結構大きなキャンペーンをやってる割には使えないっていう場所も結構中には出てくるのかなと思います。まあ、他のね、ちょっとグルメサイトが全部が全部調べきれてないので何とも言えないんですけども、やっぱりこの地域によって少ないなって印象はどうしても出てくるところではありますね。次二つ目は人数制限ありということで、これどういうことかというと、まあ、予約サイトにもよるんですが、 先ほど紹介したね、オンラインのグルメ予約サイトを見ていただくと分かる通り、この食べログのところですね、なんで赤枠にしてるかというとですね、ここを見ていただきたいんですが、食べログで飲食店を予約する際に、人数を選ぶ項目があるんですが、大体の僕が住んでる地域の近場のお店で調べたら、まず2名からなんですよね、まあ、多分これは飲食店のね、 まあ利益とかまあそういった部分も踏まえて1名はダメっていうことなんだと思うんですけども基本的に食べログは結構僕が見る限り2名からが多かったのでまあ一人で来店するような僕みたいなタイプからするとちょっとねなかなかちょっと使いづらいなっていうところはあるのでまああえてここはちょっとデメリットとして入れさせていただきましたけどねまあ2人以上で来店する場合はしっかりと使うことができますのでまあお友達とかご家族で行くときはぜひね食べログ使ってみるのもいいと思います 次3番目のデメリットとして条件の変更の可能性もということで、これどういったことかというと、やっぱりね、ま、ここ最近 GoToEat キャンペーンのとあるニュースがね、すごい話題になってると思うんですよね。いわゆるその取り帰属ポイント稼ぎみたいなものがあると思うんですけども、ま、そういったね、ちょっと一部モラルがないような方たちがやってしまうようなことが、ま、ちょっとしたニュースになって、ま、それも踏まえて農林水産省が10月の8日の記者会見にて、 こんな風に言ってました。ポイント相当額の昼食で500円分、夕食で1000円分を下回る飲食を事業対象から外す方向で調整というような発表があったので、まあこれが今後どんな風に調整されるのかどうかっていうのは今のところ定かではないんですけども、もともと決まってたルールがまあちょっと動き始めたりとかしてるので、まあそれも踏まえてね、把握するのがちょっと大変になってくるのかなと思ったので、まああえてここもちょっとデメリットとして入れさせていただきました。まあけどね、これはこれでね、他の飲食店が ま、売ろうという意味で踏まえたら、ま、あこれはこれで全然ありなルールだと思いますので、僕は全然賛同しますね、こういったことに関しては。以上がゴートイートキャンペーンについてのデメリットについてでした。次はメリットですね。メリットざっと4つ上げております。ちょっと番号がですね、一番下は3になってるんですけど、一応4つ上げております。 まず一つ目は普段行かないお店に行けるということで、まあ今回ね、この僕普段はもう飲食店に関しては、大体こう目に入ったお店とかよく行ってるお店とかにしか行かないっていうことが多いんですけども、まあ結構このホットペッパーグルメとかグルナビを見るようになって、あ、こういったお店があるんだなとか結構知らないところが多いんですよね。で、近場でこういったとこもあったりとかするのであればちょっと使ってみようかなという感じで、そういったまあきっかけ作りとしたらすごいいいなっていうふうにも思いました。 で、次二つ目のメリットは、当日予約可能なお店がありということで、これはホットペッパーとかグルナビを今使ってて、まあそれはまあ、ネットでも予約ができたりとか、一部電話で予約する必要もあるんですけども、意外とね、席が空いてたりすればもうサクッと数時間前とかに予約して僕もちょくちょく使うことがあります。これはこれですごい便利ですね。で、次三つ目は、飲食店に行かずポイント消化ということで、これどういったことかと言いますと、 まあ例えばね、もらったその付与されたポイントとか、その行くお店がなかったりとか、どうしてもなかなか行けないっていう場合もあると思うんですよ。もちろんね、まあ、この GoTo e a t キャンペーンっていうのは飲食店に来店して、 ま、活性化させるようなキャンペーンでもあるんですけども、やっぱりそのいけない場合っていうのは絶対あると思うんですよ。まあ、その場合どうしたらいいかと言いますと、ま、これですね、ちょっとツイッターでちょっと情報が回ってきたので、僕もちょっと参考にさせていただいたんですが、このグルメサイトのグルダミの中に、一部ネットショッピングでポイント消化ができる方法というものがございます。で、今回僕が使わさせていただいたのは、グルースグリというものを使わさせていただきました。で、そのグルースグリのページがこんな感じなんですけども、その時にですね、ちょっとツイッターにもつぶやいたんですが、このごま塩 トンコツという6人前が1000円分だったんですけどもまあグルナビのキャンペーンでねポイントが付与されてこの1000ポイント分がもらえたのでそのままですねポイント消化として1000円分を使うことができましたなのでお会計がね0円でこちらのラーメンがですね今動画を編集している途中に届いてまあ後ほどねいただこうかなと思うんですけどもまあこういった方法もね一部あるということですのでこれはこれで結構 GoTo e a t キャンペーンのまあメリットの一つとして僕はちょっと加えさせていただきました で、最後、四つ目なんですけども、決済までお得な組み合わせということで、これはどういったことかと言いますと、前回ので g o t o e a t キャンペーンの動画の時にもお伝えしたんですが、お得な予約方法ということで、この三つの流れを使えばお得に使えますよということで、まずはグルメサイトをポイントサイト経由をすると、g o t o e a t キャンペーンの対象店舗を来店予約して、で、最後はキャッシュレス決済を行うと。こうすれば、普通に予約するよりかはお得ですよということでお伝えしたんですけども、 まあ前回の動画の時は、グルナビの予約の方法をお伝えしたんですが、今回はですね、このホットペッパーを使って僕が予約をしてみたので、そのやり方を簡単にお伝えします。でですね、早速すぐにホットペッパーに行くのではなくて、先ほどお伝えしたように必ずポイントサイトを経由するというのがめちゃくちゃお得です。で、そのポイントサイトを経由するのが、前回も紹介した EC ナビですね。これ EC ナビが結構今ホットペッパーとすごい相性が良くて、でまずですね、この EC ナビの画面。 に入っていただくとサービスショップを検索という項目があるのでここにホットペッパーとキーワードを入力して検索をかけますそうすると一覧でこんなような画面が出てくるのでここにですねホットペッパーグルメという項目がございますそしたらですねここにホットペッパーグルメ1000ポイントと出てますでこのイシナビでは1000ポイントが100円相当になるので毎回このイシナビを使って経由するたびに100ポイントがもらえます 一応ですね、一部条件などがあったりするんですが、今のところ1日1回までポイント算の対象ということですので、まあ、毎回ランチでホットペッパーグルメ使うときは、石鍋経由を忘れず使ってみましょう。で、それが確認できましたら、ここの利用するをタップしていただきまして、そうすると、こんな風にですね、ホットペッパーグルメのマイページ、マイページというか、ホットペッパーグルメのページに飛びます。 で、そしたら、ここの日付から探すですね。ま、あ何でもいいんですけど、僕はこの日付からだいたい選択します。で、カレンダーが出てきまして、行く日付と、まあ、行く場所ですね、選択します。僕はこの日、まあ、当日ですね、10月の9日金曜日の博多という感じにフィルターをかけました。そしたら、ざっと店が出てきまして、まあ、さらにね、深く検索したいので、条件を変更というところをタップします。そしてですね、まあ、細かくフィルターかけることできるんですけども、来店時間を調節して、来店人数も調節して、 で、この条件で検索というところをタップします。そうすると色々お店が出てくるんですけども、そしたらここですね。僕以前の動画でもちょっと別のお店で利用させていただいたんですが、今回は丼居酒屋きすい丸切手博多店というところに伺いました。 で、実際にここをタップしたらですね、まあお店の情報が出てくるんですけども、出てきた時に必ず見ていただきたいのは、ここの GoToEat キャンペーン対象店という風に、ちゃんとこれが出てるか出てないか、これをしっかりと確認してください。もしこれがなければ対象のお店ではないので、しっかりとチェックした上で予約してみてください。 あとはお店のページの中で人数、そして日付で来店する時間を入れて、最後にここの予約入力画面に進むというところをタップします。そしたらこれで予約完了という流れになりますね。まあ、結構シンプルで簡単ですね、ここまで。 で、実際に来店していただいてきました。今回こちらですね。サーモンのお刺身と天ぷら、そしてご飯、味噌汁と卵焼き、漬物があるという感じで、めちゃくちゃ美味しかったですね。で、実際にですね、どういった風な内訳になるのかということで、今回僕のツイッターでちょっとつぶやかさせていただいたんですけども、ざっとこんな感じとなってます。まず、EC ナビ経由をすることによって、100ポイント、100円相当がもらえます。で、GoTo イートキャンペーンでランチタイムなどで500ポイントがもらえて、あとはホットペッパーであれば、意見を焼くごとに10ポイントもらう ことができますのでポンタポイントの10ポイントで来店したお店がエポスカードのま優、あ、待店っていうんですかね エポスカードを持ってることを見せるだけで100円オフをがされるというお店だったので、ただエポスカード持ってます。よっていうのを見せました。そしたら100円オフになって、あとは paypay 決済をして0.5%分の還元をもらえて、あとはこのお店はなんとですね。ご飯お味噌汁おかわり自由だったので、しっかりとおかわりさせていただいて、実質。このランチ全部トータルして354円ぐらいだったので、めちゃくちゃお得だなという感じでしたね。まあそんなこんなで今回は僕が Goto eat キャンペーンを1週間使っ。た デメリットやデメリリッットトやについいててお伝えさせたただきました本当ねこの GoTo e ートキャンペーンについてはかなり賛否いろいろあったりするんですけども、まあ、僕自身はね期間内はもうタイミング合えばですねしっかりともう利用しようかなというふうに思ってますもちろんねお店があるな日はね置いといて、まあ、あればラッキーかなという感じでも使う感じでいきますぜひ GoTo e ートキャンペーンについて、まあ、使ってみたけどこんな感じだったよとかいやここはいまいちだなこれはすごい良かったよっていうのがあれば下のコメント欄に書いていただければなと思います で先ほど紹介したねポイントサイトの EC ナビの登録まだの方がいらっしゃいましたら下の概要欄にリンク貼っておりますので詳細気になる方がいらっしゃいましたらチェックしていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました